薬雲神社は、北海道二見郡薬雲町、宮園町にある神社。旧社格は豪社。薬雲町は1878年に、旧終わり藩主、徳川義勝が旧藩主受三のために氏族を移住させたのが起源である。移住者たちはその氏神とするため、翌1879年に、故郷の厚田神宮神父と終わり徳川家歴代の、 神霊を板倉の2階に祭り、後に、薬蜘小学校の一室に移し、うぶすながみとして崇拝していた。これが、薬蜘神社の起源である。その後、1885年12月に神殿を新築し、1887年に、薬蜘神社の創立出願をして、許可を得、同年尊者に列せられた。さらに、翌1888年には、徳川家を経て、 厚田神宮の文霊を仰いだ。厚田神宮の文社は全国で薬雲神社以外に存在しない。1926年に社殿を改築し、1931年6月号社に昇格した。1934年には許可を得て薬雲町開拓の始祖と仰ぐ徳川義勝命を合祀した。1943年、 陸軍飛行場建設のため現在地に移転した。1945年には、宇治子が協議し、県社昇格の準備が進められていたが、終戦後の神社制度改革によって立ち消えとなる。1953年9月に宗教法人として再発足し、現在に至る。例大祭は、毎年6月20から22日である。なお、 薬も出し行列と薬も神社礼大祭は同じ日に行われることが多かったが、双方に直接の関係はない。ありがとうございます。